い、皆さんこんにちは。ナチブ TV のナチです。今回レビューするのはこちら、 BenQ のモニターライトスクリーンバーハロー。 BenQ のモニターライトのフラグシップモデルでリモコン付き、もちろん調光や調色も可能で自動調光モード搭載、さらにモニターへの映り込みが軽減される設計の高級モニターライトです。で、実はこれメーカーさんに提供いただいたものでしばらく使ってみたんですけど、これまで使ってきたモニターライトの中でも明るさとか機能非常にね優れているなと感じました。ただ一方でこの点はね改善してほしいなっていうところもあったので、この後共有していこうと思います。これからねモニターライト探している人の参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていてください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずはスペックをサクッと紹介していきます。色温度は2700から6500ケルビンの間で無段階調整が可能、照度も同様に無段階調整ができます。自動調光モード搭載で周囲の明るさに応じてモニターライトの明るさ自体も調整してくれます。調整可能角度は35度、対応しているモニターの厚みは7から 60mm、 湾曲モニターにも対応してます。リアライトも搭載していて間接照明としても使えます。で、ちなみに BenQ のスクリーンバーシリーズには3種類あって、色温度の範囲は変わらないんですけど、ハローだけ無段階調整が可能で角度の調整範囲も広いです。さらに500ルクスの照度範囲も広く、対応しているモニターの厚みも幅広いのでハローの方がおすすめなんですが、その分値段が高くなってます。なので選び方としては、厚いモニターを使っているんだったらハロー確定で、リモコンが不要であれば僕だったら無印のスクリーンバーを選びます。はい、続いて同梱物見ていきましょう。まずはモニターライト本体、続いて無線リモコン、リモコン用の単4乾電池3本、でこれが湾曲モニター用のアタッチメントで、薄めの湾曲モニター用の滑り止めシート、あとは保証関連の書類とクイックスタートガイドがついてます。では実機を見ていきましょう。横幅約 50cm なんですけど、はみ出るのが気にならなければ小さめのモニターでも大丈夫で、重量が約 577g で普通に使う場合は問題ないんですけど、モニターアームを使う場合は耐荷重には気をつけましょう。でこのシルバーの部分はアルミでできていて、しっかりとした作り、残りの部分はプラスチックっぽい素材でできてます。でこの部分に LED がずらーっと並んでいて、でこんな感じで角度の調整ができるので、光の向きをある程度調整できます。モニターに引っ掛ける部分にはスポンジっぽいものが付けられているので、モニター自体傷つけないような仕様になってます。で大体この部分ってゴムとかシリコンっぽい素材が付いてるんですけど、この素材だと滑り止めにもなるし衝撃も吸収してくれそうなので良さそう。ただ経年劣化でボロボロにならないかは気になります。ヒンジは強すぎず弱すぎず程よい硬さなので、いろんなモニターに設置しやすそう。でケーブルは 1.5m の USB ケーブルが付いてるんですけど、これね残念ながら取り外しは不可能です。では取り付けてみましょう。ヒンジを広げてモニターの上にねもう引っ掛けるだけ、こんだけで設置完了、めちゃめちゃ簡単です。ちなみにこのモニターの厚み、トップが 28.5mm で全体の厚みでいうと 63mm ぐらいあるんですけど、こんな風に問題なく取り付けられるし揺らしても全然大丈夫です。でトップが薄くて背面が丸くなってる旧型の iMac にも取り付けてみたんですけど、安定感は十分、こちらもこんな風に揺らしても全然問題ありません。続いて背面が反り返った形のテレビ、これはねさすがにちょっと厳しいかなと思ったんですけど、滑り止めのおかげでしっかりと固定されるし揺らしても取れるようなことはありません。でデルのモニターにも取り付けてみたんですけど、これもやっぱりね安定感抜群だし揺らしても全然取れませんでした。はい、ではいよいよ電源入れようと思うんですけど、実はこのモニターライト自体には電源ありません。操作にはこの無線リモコンを使うんですけど、こいつ電池3つも使えます。でこの蓋は磁石式になっていて簡単に脱着ができるし、裏面にはゴムの滑り止めがついているのでデスクに置いても滑らず操作がしやすくなってます。で真ん中をタップするとこんな感じで電源のオンオフで、このアイコンを選んだ状態でダイヤルを回すと色温度の調整ができます。でその下にあるのが自動調光ボタンで、周りの環境に合わせて調色調光を行ってくれます。でその隣がライトモードの変更ボタンで、押すたびにフロントライトからバックライト、バックライトから同時点灯に切り替わります。
で、その隣のハートマークがお気に入りモードボタンで、3秒間長押しすると現在の設定を記憶することができるので、毎回同じ設定で使いたいときに便利です。で、その上が調光ボタンで、この状態でダイヤルを回すことで調光が可能です。で、ちなみにバックライトも同じように調光調色が可能なので操作性は抜群。1回覚えてしまえば迷わず使えると思います。で、光の広がり方を見てほしいんですけど、光源からモニターに対して反対側にだけ光が広がってるの分かります？これがね、非対称光学設計っていうやつらしくて、画面のね、映り込みを軽減する技術っぽいです。で、こっちがクンティスのモニターライト、こっちは光がほんわりとしてて、多少なりともモニターの方にね、光がいってます。なので角度に気をつけないと映り込みが起きやすい設計になってますね。はい、ということで、もう一個実験のために今ベンキューのモニターライトを右側、そしてクンティスのモニターライトを左側に設置してます。で、ベンキューのモニターライトに関しては非対称光学設計になっていて、映り込みがね、できるだけ軽減されるような作りになってます。で、注目してほしいのはこの白紙の部分、白くなってる部分は反射してます。で、黒い部分は反射してないと。で、一方のクンティスのやつは全体的に白くなってるので、この部分がね、少なからず反射してるっていう形です。どちらもデスクに対して平行になるようにして、できるだけ同じ環境で撮ってるんですけど、これぐらいの違いがあります、とはいえどちらのモニターライトもこうやって角度の調整は可能なので、これをね、微調整してあげることで可能な限り映り込みは軽減させることはできます、はい、続いて肝心な明るさを検証していこうと思います。環境としてはこの照度が一番明るい状態、そしてこのね、モニターライト自体がデスクに対して平行な状態、これの角度によっても多分変わってくるので、今平行な状態でやってみます。で、残念ながら僕照度計持ってないので、この iPhone アプリのライトメーターってやつを使っていきます。このアプリ自体がどれくらい正確なのかっていうところちょっと分かんないんですけど、その点はご了承ください。まずはモニターライターの真下、この部分が 566x で、続いてモニターの左端、こっちが 376x、 続いて左手前ですね、デスクのギリギリの部分がどれぐらいなのかっていうと 606x、 続いて右端、多分おそらく同じぐらいかなと思うんですけど 486x で、続いて右奥ですね、 426x です。で、センターも測ってみましょう。一番ね、作業するところなんで、おー、すごい、この部分が 1100x、 めちゃめちゃ明るいですね。で、一番最後、手前、デスクのギリギリ端のセンターですね、が 636x。 なので、モニターライトの角度によって多分変わってくるとは思うんですけど、モニターライトの真下はそこまで極端に明るくないんですけど、手前、中心から手前に行くにつれてより明るく照らしてくれるっていう感じのモニターライトです。例えばこうやってメモを取る時でも、こんな感じで手元だけ映してくれるので、夜に集中して作業したい人とかね、結構いいんじゃないかなと思います。はい、続いてクンティスのモニターライトも比較のためにちょっと測ってみましょう。まずはモニターライトの真下、これがね、すごい値が出てる、2300x。 続いて左奥、1300で、手元に行くとかなり落ちて170、右奥が140で、モニターの右端が1500です。で、センターに行くと990で、最後一番手前の真ん中が210ですね。で、実際に、ね、使ってみて感じるのは、確かに全体的な明るさはクンティスのやつの方が明るく感じます。ただデータから見ても分かる通り、モニターからこのデスクの中央部分が明るく照らされる感じで、手元に行けば行くほど若干暗くなるっていう感じなので、ベンキューのモニターライトと比べると光のね、届け方が違います。あと近くで見ると分かるんですけど、取り付けた際にクンティスのやつはクリップがね、ちょっと幅があるので、ベゼルが狭いモニターを使ってるとほんの少しだけ干渉します。一方のベンキューのやつはクリップの高さが低く設定されているので、僕のモニターだと全然干渉せずに使えました。はい、ということで今回はベンキュー
BenQ のモニターライトスクリーンバーハローを紹介しました。幅広い厚みのモニター、湾曲モニターにも対応していて、間接照明モードを搭載、自動調光も可能で画面への映り込みも軽減された非常に優れたモニターライトだと思います。ただ一方でこれリモコンがないと操作できないのが欠点だなと思っていて、この上あたりに自動調光と電源のオンオフスイッチぐらいはついててもよかったんじゃないかなと思いました。あとはそれなりの価格がするのでなかなか手が出しづらいなっていうところはあるんですけど、 LED ライト自体の寿命は5万時間、1日8時間の使用で計算した場合約17年間も使えるので、先行投資としてデスクの環境を整えたい人にはおすすめだと思います。購入先のリンク概要欄に貼っておくので気になる人はチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が良かったと思う人は評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また何か質問があればコメント欄の方にコメントください。あと僕 X、インスタ、ブログもやってるのでフォローしていただいて気軽に絡んでいただけると幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。